まるまるミリで回答してください。ミリって何センチ？え、何だって？ほらほらだから言ったじゃないですか。何言ってんの？もうジュジー、ミリって何センチ？すごい、私これ予測してました。どうせ紬理沙はセンチとミリがわからないだろうと。1センチが何ミリなの？10ミリが1センチ？そうよ、まあ、自分で考えてください。ステッカーでしょ？だって、ね、ステッカーが何か分かってる？分かるよ。ああ、よかった。え、だから、うん、引っ掛けだよ、これは。小さいと見せかけて大きい。そうだよ。そういうことだよ。だって大きい方が美味しいもんね。うん、絶対そうだよ。え、5センチって意味。わー、私無理だそれ。ね、5センチって何？私は分かった。聞いて、ね、聞いてね、5センチって何ミリ？ね、どんどん押してるので、たぶん5センチって何ミリを残してください。ちょっと待って、サクサクやるとこなんです。本来ここお願いします。5センチって何ミリ？効果お願いします。はい、センチは何ミリ？あ、間違ったかも。あ、もういいです、時間切れです、はい、はい、じゃあ答え、しざきさんの方からお願いします。じゃあ、500ミリかける500。先生、何ですか？500ミリかける500ミリ。待って、すごくない？え、ちょっと間違えちゃったかもしれん。あえて言うね、間違えたかも。あえて言うね。はぁ、待って、待って、これ間違えたわ。途中で分かったんだよ。どういうこと？正解の方から読ませていただきます。正解は縦52ミリ、横52ミリです。はい、ということでね、こちら、なんだって、ミスった、5メートルになっちゃうよ。一旦実物見ましょうね、皆さん。一旦実物こちらです。じゃあ、はい、ね、今日3人分ご用意いただいてね、まあ5センチかける5センチですよ、ね、やっぱり私5センチって言いたかったんです。私も5センチって言いたかったんです。待って、間違えた、まあ、だって単位教えてよ。言ったやん。でも、まあ、言ったのに間違えたんだけど。ごめんなさい、本当に生放送で小学生の方見てると思うんですけど、本当にうちのバカがすいません。お母さん、50センチのステッカーすごいね、逆に見たいね。